一般社団法人日本レコード協会は13日、第38回日本ゴールドディスク大賞の受賞作品、アーティストを発表した。スノーマン、3年連続受賞、第38回日本ゴールドディスク大賞、発表。今回の受賞作品、アーティストは、69作品、アーティストとなり、この1年間に最も活躍したアーティストに授与される、アーティストオブザイヤーの邦楽部門は、スノーマンが3年連続3度目の受賞、洋楽部門はザ・ビートルズが GD 大賞史上初となる9度目の受賞となった。スノーマンはアーティスト・オブ・ザ・イヤー、国に加え、ミュージック・ビデオ・オブ・ザ・イヤー、国、ベスト5アルバム、国、ベスト5シングルなど計7賞を受賞、7冠を達成。ザ・ビートルズは自身の持つ洋楽最多受賞記録を更新し、同賞9度目の受賞。9度のアーティスト・オブ・ザ・イヤー受賞は国広合わせても過去最多受賞の快挙となった。ベストエイジアンアーティスト初受賞のセブンティーンは、アルバムオブザイヤーアジア、ミュージックビデオオブザイヤーアジアなど計6賞を受賞した。スノーマン、アーティストオブザイヤー、邦楽、最小期間の売上実績、アルバム、1414,093枚シングル、2351,775枚音楽ビデオ、1817,687枚、アーティストオブザイヤー、邦楽、は、スノーマンが3年連続3度目の受賞。今回は、I Do Me は、ベスト5アルバム、邦楽、タペストリー W、ザンガーホリックが、ベスト5シングル、さらにスノーマンファーストドームツアー2023 I Do Me は、ミュージックビデオオブザイヤー、邦楽。ベスト3ミュージックビデオ、スノーマンライブツアー2022ラボが、ベスト3ミュージックビデオを受賞し、今回最多となる計7冠獲得の栄誉に輝いた。受賞コメント、この度は第38回日本ゴールドディスク大賞アーティストオブザイヤーという名誉な賞をいただき、大変光栄です。応援してくださるファンの皆様、支えてくださっているスタッフの皆さんには感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございます。2023年にいただいた応援を糧に、今年これから制作する音楽作品は楽曲、映像ともに飛躍的にクオリティを高められることを確信しておりますので、ぜひご期待ください。これからもよろしくお願いいたします。ラウール、ザ・ビートルズ、アーティスト・オブ・ザ・イヤー、洋楽、最小期間の売上実績、アルバム、144,979枚シングル、36,466枚音楽ビデオ、1,050枚音楽配信、57,578ダウンロード3年連続、史上最多9度目の、アーティスト・オブ・ザ・イヤー、洋楽、を受賞したザ・ビートルズ。今回は、ザ・ビートルズ1967年から1970年2023エディション、ザ・ビートルズ1962年から1966年2023エディションは、ベスト3アルバム、洋楽、Now and Then は、ソング・オブ・ザ・イヤー・バイ・ダウンロード、洋楽、を受賞し、計4冠を獲得した、アーティスト情報。1962年10月のレコードデビューから、1970年4月10日に事実上の解散をするまで、わずか8年足らずの活動にもかかわらず、数々の世界記録とともに、音楽、文化、ファッションだけでなく、社会、経済、政治、時代や国境を越えて世界中の人々に多大な影響を与えた、伝説のロックバンド。